WS ポリシーは Web サービスで XML を使ってポリシーを外部に公開するための仕様であり、利用者にとってはポリシー要求条件を指定する手段を提供する仕様である。2007年9月 W3C 勧告となった。WS ポリシーは仲介者と最終的利用者にセキュリティポリシーの機能と制約を示すための一連の仕様であり、サービス側と 最終利用者側がポリシーによってどう関連付けられるかを示すための仕様である。アサーションはウェブサービスについての要求条件だったりウェブサービスのポリシーを公開したものである。次の二つのオペレーターを使ってポリシーの組み合わせについての文を作る。論理的には空の WSP、オールタグはアサーションにはならない。ポリシーのインターセクションとは二つのポリシーから 作成される意味的なインターセクションである。インターセクションは二つのポリシーの要求、機能に同時に従う、新たなポリシーとなる。もし、二つのポリシー間に非互換があれば、両者がそれを発見できる。ありがとうございます。